こんにちは、千春です。ご視聴ありがとうございます。今日の動画は上海ディズニーの食事やショー、パレード、グリーティングのことなどをご紹介します。この動画の後半にはショーやパレードの映像もあり、可愛いミッキーたちの姿をご覧いただけるので、ぜひ最後までご覧ください。まずはグリーティング。東京に比べて待ち時間は短く、キャラクターたちと接する時間は長いので、東京のグリに慣れている方はかなりお得に感じると思います。東京のように写真は一組一枚という制限もないので、夫婦揃って撮影してもらった後にそれぞれでも写真を撮ってもらうこともできました。まずはミッキーアベニューといって、開園してすぐのエリア、東京でいうワールドバザールのところでたくさんグリが行われています。開園から夕方までキャラクターが登場しますが、ショーやパレードの時間はそのグリーティングが中断されます。雨の場合も中止になりますが、小雨程度なら傘を差してキャラクターが登場してくれました。ペアグリが多くてとても楽しみにしていたんですが、途中でペアグリではなくなることもあります。例えばジェラトーニとダッフィーのグリーティングの列に並んでいたんですが、私の何組か前からジェラトーニだけになってしまって、ダッフィーとのグリーティングはできませんでした。逆にこのミッキーとミニーのグリは、もともとミニーちゃんだけがグリーティングをしている列に並んでいたら、途中からミッキーも出てきてくれたので、すごく嬉しかったです。あとは東京では会えないクッキーアンちゃんにも会えます。このミッキーアベニュー以外にもパーク内のいろんなところでグリーティングが行われています。時間と場所は上海ディズニーの公式のアプリで確認できるので、アプリは必ず取っておいた方がいいと思います。マーベルユニバースという屋内施設では、キャプテンアメリカやスパイダーマンとグリができます。私は少し施設内に入っただけですが、マーベルが好きな方へとってもおすすめです。ミートミッキーは東京では60分は待つイメージですが、上海ではすぐに会えます。私が行った3日間は運が良ければ0分待ち、そして長くても15分待ちでミッキーに会えました。そして私はキャラクターにも会えて食事もできるキャラクターダイニング、ロイヤルバンケットホールへ行きました。ここは上海ディズニーのシンボルともいえるお城、エンチャンテッドストーリーブックキャッスルの中にあります。日本語で言うと魔法にかかったおとぎのお城という意味で、高さは約60メートル、世界中にあるディズニーキャッスルで最大です。とっても豪華で贅沢なレストランで、私は到着した日にホテルから予約を入れてもらいました。メニューはコースで、前菜、メイン、デザート、ドリンクを自分で選びます。メインで選ぶものによっては追加料金が発生します。料金は日本円で6000円ほどしますが、食事の前にはオーロラ姫と会えて、食事中にはキャラクターがゲストのテーブルを回ってきてくれるので大満足でした。ここのレストランは本当に美味しかったんですが、正直上海ディズニーの食事は中国の方が好む味なのかもしれないんですが、どのレストランで何を食べても香辛料の匂いがすごくて食が進みませんでした。美味しいお店もあるのかもしれないんですが、私は見つけることができませんでした。なのでお腹が空くたびにパークを出てディズニータウンへ行きました。ディズニータウンとは東京で言うとエクスピアリみたいなところです。ディズニータウンにはうどん屋さんとか丼屋さんとかスタバなどもあって、食事はほとんどそのディズニータウンを利用しました。ちなみに一風堂があったので、私は3日間のうち3回一風堂に行きました。毎回替え玉もしたので3日間で6杯分食べました。福岡出身の私でもそんなに一度に博多ラーメンを食べたのは初めてでした。少し話がずれてしまったんですが、唯一パーク内でとっても美味しいと思ったロイヤルバンケットホールで食事をすると、夜に行われるプロジェクションマッピングのショー、イグナイト・ザ・ドリームで有料鑑賞エリアを予約することができます。予約をする場合は食事料金に加えて日本円で1人約3000円が必要なので、安くはありませんが、このショーはすごく人気で、いい場所で見ようと思ったらかなり早い時間から場所取りをしないといけないので、お金を払って有料エリアを予約しました。
紹介します。まずはお昼のパレード、ミッキーのストーリーブックエクスプレスです。私は雨の日バージョンと通常バージョン両方見ることができました。通常バージョンはフロートは7台でたくさんのキャラクターが登場するので楽しめると思います。東京では前列は座って見る方が多いですが、上海では前列でもほとんどの方が立って見ていました。なので2列目以降はちょっと見にくいんじゃないかなと思います。私が行った時は開始の30分前でも余裕で最前列を確保することができたので、ぜひ最前列を取った方がいいと思います。行われるキャッスルショー、ゴールデンフェアリーテイルファンファーレです。たくさんのプリンセスが登場します。開始の20分前で最前列が取れました。中国は東京と違って結構割り込みが激しいのでお気をつけください。で失礼します。前回の動画で言葉は通じましたかというご質問をいただいたんですが、パーク内もホテルも日本語は全く通じませんでした。こんにちはと声をかけてくださる方は多いですが、会話は難しかったです。
パーク内は英語が話せる方も数名いらっしゃいましたが、ほとんどの方はわからないご様子でした。私が宿泊したトイストーリーホテルのフロントやクロークの方は英語を話せる方が多かったです。今日の動画は上海ディズニーをご紹介しました。今回が後編でしたが、前編は過去に上げていますし、あとはフロリダディズニーやディズニークルーズの映像もあるので、もし よかったらご覧ください。お楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価お願いいたします。次回もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。